木戸高吉生誕地として公開されている和田亭。和田正影開栄4年に1月12日は、江戸時代後期の長州範囲。二十国。桂小五郎のジップ。専門は、眼科と外科。宗国熊毛群予備坂村の医者、藤本玄生の次男。萩城下町で学び、文化十四年、天野玄生を外する範囲。和田文宅の養子となる。最初の妻に、長州藩治。 田辺玄陽の娘を迎え、次女を設ける。長女、捨て子の婿に、相王国沢軍宮氏の町医者、小泉武氏千の弟、文譲るを迎えて、養子とする。捨て子が病没した後は、次女、八重子が、文譲るの後妻となる。文政八年、妻が病死した後、長州藩士平岡氏の真。 井の口平馬の娘、清子を5歳に迎える。清子との間に54歳で、初の男子、小五郎を設ける。和田家の後継ぎにはすでに養子の分譲るがいたため、実子の小五郎は、次男として扱われる。近所に住む、藩士の桂隆西いは、後継ぎがなく、病床にあり、天保11年4月、後井西しに壊れて7歳の小五郎を末期養子に出した。 海江元年3月、5歳の清子が死去。正影は民間の治療も行っており、多額の現金や不動産を持つ財産家であった。海江2年4月、遺言状を作り、小五郎に銀10巻目を相続させている。小五郎18歳の海江4年、72歳で没。ありがとうございます。